キューバにおけるギッシャギッシャは牛や水牛に牽引させる車のことで交通手段の一つ。主に荷物を運搬する荷車タイプのものと人を運搬する乗り物タイプのものがある。現代の日本では観光用や祭礼用などを除いてあまり見かけられなくなっている。かつては世界各地で用いられており発展途上国では今でもごく普通に見ることができる。 2005年には、コスタリカの牛飼いと牛車の伝統が、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。日本の道路交通法では、軽車両の扱いである。現氏物語絵巻き、二大宮牛車は、馬車と共に、中国から伝わったと推定されている。牛車は大きく分けて、荷車用と乗用の二つの要素があった。牛車は、速度が遅い反面。 大量の物資を運ぶのに向いていたため、荷車として活用されて、石山寺湯木絵巻や、包上機などにも登場する。運ぶ物資や、即達性によって、義車と馬車の使い分けがされていたと推定され、中世に入るとそれぞれ車狩り、馬車区と呼ばれる、運送業者が成立することになった。中国では196年に、五官の検定が長安から落陽へ脱出する途中、 車を破損した検定が、農民の牛車に乗って、落葉にたどり着いたという故事から、基人が牛に乗るようになったという伝承がある。中国の律令制を取り入れた日本でも、この影響を受けたと言われている。日本の平安時代では、貴族の一般的な乗り物であった。移動のための機能性よりも使用者の権威を示すことが、優先され、重厚な作りや華やかな装飾性が求められた。 そのため、金銀の装飾を施すなど華麗という以上に写真に流れる弊害が出たことから、894年には一事情者が禁止されたこともある。武家が政権を取った鎌倉、室町時代には、筆者に乗る権利を持つ、十五以上の官位を持つ武家衆も多く現れたが、実際に牛車を使ったのは、将軍家のみである。王仁の乱以後には、貴族の間でも筆者は、 廃れて消滅してしまうが、1588年に豊臣秀吉が呪落大行行に際して銀使者を新調した。秀吉の牛車は御所者と呼ばれるもので、古法に乗っ取った牛車よりも巨大なものだったと考えられる。縁起匠式には、館の長さ8尺、高さ3尺4寸、広さ3尺2寸という、通常4人乗りで、あるいは2人乗り。 あるいは六人乗る。上皇は、後方から乗り、降りるときはまず牛を外し、首きのための指示を人のための踏み台として、前から降りる。なお、源の義仲が上落して筆車に乗った際に、これを知らずに後から降りて、笑いのになったことがある。男性が乗るときはすだれを上げ、女性のときは下げる。乗って、宮城門を出入りする者は、非課大人着差以上は、 旧門外を限り、4位以下及びない市は上等門から出入りする。999年、6位以下の乗車の禁止、陽明門外の車の律様の規定など様々な規定がある。銀車者は主に落中での移動に用いられ、落外など遠出の際には、腰が用いられた。銀車者の牛を引く、牛いわらべや、銀車者の両側につく車服と呼ばれる者たちが、 月きしたがって使用された。シャ宮殿町土使い各部の名称は、人が乗るところは館、車箱、箱、座るところは床。館の上を前後に通る木は胸、前後の外に出る部分を眉、眉の両側に突き出る部分を袖、眉袖の裏の格子になっているところを、眉越袖越館の前上部中央につく、きの糸口を、胸通る。 前後の口の左右にある板を、棒立、その前の板を踏み板、箱の左右の窓を物見、その下の板を、下立て板、箱の前後、物見の上に差し出るところをひさし、前後の口の下に春低い仕切りの板を、膝つき、甲乱、前方に長く出る二本の木を長え、その車の後ろに出る部分をしび、長江の端の牛の頭を訳するところをくびき、その下に置く台を指示、 車輪の信号を軸、その端の鉄をかつ、箱と車とをつなぐ柵を外じ車輪の矢の集まるところを古式、筒、古式の口の鉄を、かもという。前後にすだれがあり、それぞれ前すだれ、あとすだれと言い,い、内側のとばりをしたすだれという。時代祭の儀社復元された、平安の恥と見者宇治市、現地物語ミュージアム。 平治物語絵巻の八王者沖縄県八重山郡、竹富町の竹富島や湯布島では、水牛舎が観光に用いられている。竹富島の水牛舎は四輪で、集落巡りに使用されている。一方、湯布島の水牛舎は四輪もあるが二輪が主体で、遠浅の海を隔てた入り表島との往来に、使用されている。孔子牛が引く特舎、銀舎がある。 漢代では身分が低いものが乗る乗り物であったが、疑心南北朝時代になるとくらいの高い人間も乗るようになった。ありがとうございます。